で発言を求められておりますので、これを許します。田村貴昭君。はい、委員長。田村君。日本共産党の田村貴昭です。 CFF それから ASF 対策について質問します。まず大臣にお伺いします。被害農家への殺処分の手当金は、小豚は小豚の市場価格で評価をされるので、大きく育てて得られるはずだった利益は得られません。私は昨年3月の質疑で、逸失利益まで保証すべきではないかと質問しました。これに対して農水省は、豚の導入を完了するまで、家畜貿易互助基金があるとしました。しかし、この互助基金は、9ヶ月で豚を元の頭数に戻すことを前提にしています。すでに9ヶ月以上経っているにもかかわらず、再開できない農家はたくさんいるわけです。江藤大臣、再開まで国がやはり責任を持って、経営維持、再開に向けて支援を強化すべきであるというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。江藤大臣。罹患された養豚農家の方々におかれましてはですね、大変なご苦労をされていることについてですね、大変、私もですね、お気の毒であると思う一方ですね、経営再開に向けては全力で支援しなければならないと思っております。市場価格で評価されるというふうに委員ご指摘になりましたが、そもそもその小豚はですね、市場で取引されませんので、まあ、市場価格をつけるのが極めて難しいわけでありますけれども、いいものについては、ね、大体これもかなり頑張ってですね、8000円ぐらいの単価をつけるようにいたしました。これは経営者の方々や養豚協会、いろんな業界の方々 その意見交換をしてですね、これぐらいの値段をつければですね、大体納得がいくという水準で、価格もつけさせていただいているつもりでございます。確かにですね、9ヶ月という縛りではありませんけれども、目標としてこの期限がありますので、低粒子その他もありますけれどもですね、しかし養豚農家の中にはですね、この機会にもう心が折れてしまう人も正直いないわけではない。私の肯定期の時にもですね、国から支援策があっても、この機会にもう二度とこんな思いするぐらいだったらもう畜産はやりたくないという方もおられました。そういう方は仕方がありませんが、しかし経営再開の意欲を強く持っている方についてはですね、災害というものはですね、こういう病ウイルスによるものも含めてですね、時間が経つにつれて気持ちも変わり、状況も変わりますので、フォローアップもしながらですね、経営再開まで支援をしていきたいというふうに考えております。田村君。ぜひとも支援策を拡充していただきたいと思います。心が折れないようにですね、支援が必要なんですよね。これまで CSF の被害農家で廃業した農家はですね、農水省に伺いますと、もうすでに3件達していると伺っています。大臣の地元の肯定期でもですね、もうやむなく養豚を畜産を諦めた方も多数おられたわけです。ですから廃業、そして離農をね、生み出さないということが何よりも大前提ではないかなというふうに思います。もう一問大臣にお伺いします。CSF の予防的ワクチンについてなんですけれども、これは手数料が取られます。千葉県では1頭あたり390円、埼玉県では320円の手数料がかかるというふうに伺いました。埼玉では、業界では大変な努力をして、そして衛生費を1頭あたり1000円までに抑えてきたというふうにも伺いました。1000円までに抑えてきたと、この中でですね、やはり予防的ワクチンに300円からのお金がかかっていくのは、これは大変なコストアップになってまいります。ここに対する手厚い支援も必要ではないかと考えますけれども、大臣いかがですか。江藤大臣。ワクチン接種につきましてはですね、ワクチン接種プログラムを策定する段階で、その地域の使用農家の皆様方がですね、それを希望されたということがまず大前提であるということは、まず申し上げなければならないと思います。しかし、そのコストアップにつながるということはですね、委員のご指摘のとおりでございます。生産費調査によるとですね、獣医師のお金とか、それからワクチンのお金とか、手数料とか含めるとですね、委員がおっしゃったように、大体1000円ぐらいになるということでありますから、これは大きな負担にはなるということも事実だろうと思います。ですから、家畜伝染予防法に基づいてですね、ワクチン代は2分の1、国が補助いたしますし、それから
残りの2分の1についてはですね、県負担となりますけれども、5分の4についてはですね、特別交付税措置を取るということになっております。ただ、この手数料についてはですね、200円台のところもあれば、まあ、300円台のところもあり、県によってばらつきがありますけれども、まあ、いろんな私たちとしてもですね、いろんな指導をしながら、まあ、相談にも応じながらですね、少しでも負担が減るように努力をしていきたいと考えております。田村君。少しでも負担が減るようにですね、農家の方もそれを希望しています。今回の一部法改正についてもですね、理解はできると。しかし支援の中身がやっぱり心細い、心配だという声を私も直接聞いたところであります。次に提案者にお伺いをしたいと思います。 ASF 侵入に伴う予防的殺処分というのは、これはもう養豚農家にとってはですね、苦渋の選択を強いるものであります。だからこそ手厚い支援が必要になってまいります。これまでの CSF 被害農家への支援について、私は今日手当金について、それから互助基金について、それからワクチン接種の例を挙げてですね、まだまだ不十分であるというふうに述べてきました。提案者の今の受け止めはいかがでしょうか。また、離農、廃業を生まないために、どのような対応がこれから必要だとお考えになっておられるでしょうか。できれば、提案者の中から与党、野党、バランスよくご回答いただければというふうに思います。宮越光弘君。現行改定法において、CSF または ASF の管畜または疑似管畜となり、殺処分された家畜については、被害農家に対し、第58条第1項の規定に基づく手当金、および同条第2項の規定に基づく特別手当金を合わせて、最大で評価額の全額が交付されるものとなっております。でまた本法案に基づいて ASF に係る予防的殺処分が行われる場合においても、現行の公定域に係る予防的殺処分の場合と同様、家電法第60条の2第1項の規定に基づき、評価額の全額が保障されることとなります。これらの保障は、評価額の全額を保障するものであり、妥当なものであるというふうに考えております。でまた、私は自民党の養豚農業振興議員連盟会長を務めておりますが、ASF や今回の CSF について、養豚関係団体からの評価額を超える保障を求めるご要請はいただいておりません。でとはいえ、被害農家に対しては、経営再開のための支援を行うべきことは当然であり、離農、廃業とならないよう、引き続き充実した支援が必要であると考えております。またこれに加えて、CSF や ASF の感染を防ぐために、農家に使用衛生管理基準を遵守してもらうための支援を行うことが重要であると考えておりまして、政治の責任で農家の使用衛生管理基準の遵守をしっかりと後押ししたいというふうに考えております。以上であります。神谷浩史君。田村議員には質問ありがとうございます。おっしゃっていただいたとおり、今、疑似管畜として CSF、殺処分をされているところでございます。こういった皆さん方にしっかりと寄り添う支援、これは本当に大変大切なんだろうと思っているところでございます。また、ASF が発生した場合に、予防的殺処分を行うこととなる養豚農家の悲痛な思いについては、田村先生と全く同じ認識である、そのことを申し上げなければなりません。また今回の法律案に基づき、ASF の予防的殺処分を行った場合には、家畜の評価額の全額を保障することとしております。その上で、まずは CSF、ASF への感染を防ぐ努力をすることが重要ではないか、そのことを考えております。そのために、使用衛生管理基準をすべての農家が遵守できるようにするための具体的な方策、そういったことについて、政府にも実現を求めていきたいと考えているところでございます。さらに CSF、ASF に感染した場合でも、離農、廃業に追い込まれることのないように、農家に寄り添った支援策の充実を考えていく必要があるのではないかと考えているところでございます。以上でございます。はい、田村君。時間が参りました。まずは何といっても水際対策の強化が求められます。そして農家においての感染を予防する、そして残念ながら、管畜が認められたところへの万全なる支援対策を講じていただくことを強く要求して質疑を終わります。ありがとうございました。これにて発言は終わりました。
お諮りいたします。家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配布いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって本案は委員会提出の法律案とすることに決定いたしました。なお、ただいま決定いたしました法律案の提出手続き等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。